イケメン入りまーす。どうも、超絶イケメンです。ちゅうことでね、例のね、あの森さんの失言の件のね、動画、言及動画出したんですけど、まあ、あれ出したらね、まあ、女性の知人からは女性差別だ、男の知人からはお前いつから女に媚び売るようになったんだとかね、双方からね、叩かれてますね。まあ予想してました。でもそのね、どういう内容か知りたかったら、まあ、前回の動画見てほしいんだけど、見てくんない人もいいかもしんないから、ちょっと概要言うけど、男女は平等じゃないよっていう動画を出しました。うん。あの、男女を平等にしたらね、あの、南アフリカみたいにね、女性の人権がねえ国になっちゃうから、ね、男女は平等でなく、女性に優位なガチガチの法律で固めないと、男と女はトントンなんないよっていう。うん。男女平等だったら女性も重たいもん持てよとか、男女平等だったら、あの、女性も、あの、男と同じ程度のセキュリティしか守られないよってことをね、女性車両もねえよとか、そういう話をしました。だから、男女は平等じゃない。うん、女性に有利な法律でガチガチに固めて平等だよと。平等なのは、雇用条件だけだよという話をしたんですけど、それがね、あの、知り合いの男性女性双方から袋叩きに遭うことになったんで、もうこの際もっと叩かれてやろうと思ってね、もっと差別的な発言がしますね、今日は。まず男性に言いたいのは、まあ、男は基本バカですね。地頭が悪いっすね。あと字が汚いっすね。うん。あと、あの、計算とかの事務仕事が全くできないっすね。俺見てきた限りね。うん。まあ、それで俺の周りにいる程度の人間はね。うん。で、あの、何よりね、大体凶悪な犯罪とかってさ、男じゃない?あの、もう歴史に名が残るようなひどい犯罪って男だよね、犯人ね。うん。で、戦争を起こすのも男だよね。戦争するの男だよね。あの、女性から進んで戦争しましょうってないよね、絶対ね。女性は基本的にあの、自分のことだけじゃなくてさ、この子供たちとかのことも考えんじゃん。弱者のことを真っ先に。うん。だいたい戦争を起こすの男でさ、幸せ食うの女性だよね。うん。だからそういうところも平等じゃないんですよ。だいたい戦争を、起こされちゃった女性が、女性、子供、老人がひどい目に遭うから、ああいうのって。だから自分を守れないしさ。うん。だからそうね、男は地頭が悪くて、粗暴で、戦争とかを起こす、まあ、きっかけだし、世の中に対して、プラス何でこうすんのって男なんだよ。うん。これ言っとくぞ、これ。男どもに。な。うん。え、間違ったこと言ってないね。凶悪犯罪って大体男だろ、マジで。うん。アベック殺人事件とか、コンクリート詰め殺人事件って全員男じゃない、犯人。ね。戦争起こすのも男だろ。男の決定権だろ、最後。戦争するかしないかって男は決めんだろ、大体あれ。その最後に戦争するかしないか決める際の決定権を女性に持たせたら 100% 戦争しないぞ。言っとくぞ。はい。で、次はね、女性のね、ことをまた叩きます。まず女性に言いたいのは、都合のいい時だけ男女を使い分けないでくれっていう。うん、甘えるんだったら最後まで甘えろって言いたいですね。うん。例えばさ、まあ、女性地頭がいいって言ったけど、地頭が悪い女性もいるんですよ。で、頭使う繊細な、まあ、事務仕事ができなくて、その男の現場に来る人とかいるんだよ。で、もう俺がもう20年ぐらい、ね、もうずーっと、その同じような職種をやってきて、で、現場にその女性が、転がってきて、で、各県の各会社を点々と、七八社点々として見てきた目で言うんだけど、申し訳ないけど、本当のこと言うけど、だいたい男のエースの社員が、1とか、1.5 とか2だとすんじゃん。だいたい 0.5 とか、戦力的には。まず腕力がないから、仕事の幅がぐーんと狭まるんですよ。まず。うん。で、その男の現場の作業ってやっぱね、重たいものを片手でコントロールしながら、ほんとコンマ1とかコンマ2の繊細な削り作業とかさ、片手で重たいものを保持しながら、100分の1単位とかの計算を入力する仕事とかさ、脚立でさ、もう何メーター目のところに重たいものを持って取り付けとかさ、片手で持って片手で取り付けとか、そんな女性できないから、もう大体なんだ、雑用とか軽作業になるんだよ。でも給料は一緒。うん。だからそこは平等でいいって言ってんじゃん。賃金は平等、雇用条件は平等。ただ、作業内容は男に負荷がかかっていいんだよ、それは当然。ちなみに、どの県のどの職場でも、それでいいってなってるのよ。それで叱るべきってなってて、誰も文句言う奴はいないのよ。まあ、たまにいるけど、今日いないのね、文句言う奴なんてそんで。じゃあ、それがね、男だったら、ボコボコに叩かれてるからね。
そのエースの社員に比べて、あのエースの社員が1とか 1.5 とか2の時に、あの 0.5 とかの仕事しかできなかったら、そのボコボコに叩かれる。でも女性だから許されてるっていうのもあるのね。女性だから保護されてるっていうのもあるし、女性も女性で私女だからっていうんで、まあそれ以上別に伸びる気もないしさ、うん、それでいいと思ってるし、周りも周りのとこもそういう目で見てるし、それでいいやと思ってるし、だからそういうところは保護されてるんだよ。うん、だからそこはそこで女性だから許されてるって忘れちゃダメだよ、それ。で、あのシングルマザーの友人もそうなんだけど、元カノね、うん、俺が買い物に付き合わされてさ、重たいものを持ってんのに全然休憩しねえだから、でも疲れたから休憩しねえって言うと、やっぱ男のくせにだらしないわねとか、まあ、そういうの重たいのを持ちないんでさ、もう買い物付き合ってもらうの無理かなとかさ、うん、で俺は別にさ、その女性に1円も出させないから言われたことねえけど、その数年前に良さそうな人がいて付き合ったんだけど、全部割り勘だから別れたって、ケチだから別れたって、うん、ケチだから別れたってなんだよって話。そのさ、あの都合のいい時だけ男と女使い分けんだよね。時には何、男に負担かけるくせに、ね、なんかあったらさ平等だって言うわけでしょ。それダメだよね。甘えるんだったら最初から最後まで甘えるよって思うんですよ、俺は。うん、ほんと都合のいい時だけ、ね、平等だ平等だで、都合のいい時だけ私たち女なんだから、それダメだよ。甘えるんだったら最初から最後まで甘えるよ、それ。はい。はい。ってことでね、男と女の悪いところをね、言えましたね。はい。男は、地頭が悪くて、暴力的で、だいたい世の中のろくでもない出来事や犯罪とか事件とか戦争は男が原因です。はい。で、女性は、女性で守られてるんだから。こいつ悪いけど、男が守んなきゃ、ダメなんですよ、女性って。守んないと、南アフリカみたいに、本当に女性は奴隷みたいな国になっちゃうから。他の国とかだと、本当インドとかもそうだけど、全部、何かあったら全部女性がいるとか、あとどっかあったな、どっかなんか、女性が男に逆らったらなんか、顔に酸かけられちゃう国とかさ、男に女が逆らったら名誉殺人つって、その男は女を殺しちゃう国とかあるんだよね、その親族とかでさえ。妹とか、その姪とかさ、その、いとことか殺しちゃう国とかあるんだよ、それ名誉殺人って言うんだけど、男に逆らったんだしょうがないとか、そういうゴミみたいな国になっちゃうんですよ、平等だと。なんでかっていうと、腕力で決めちゃうからさ。うん。だから、そういうゴミみたいな国にならないためには、男が女を守る。要は、女性に有利な、もうどこまでも女性に有利な、レディーファーストな法律を作ってガチガチに保護しないとダメだよっていうね。で、実際、日本はそういう国だから、うん、女性に対してガチガチに有利な法律で固められてるんだから、うん、そこは、まあ言い方悪いけど、この日本っていう国に、まあ感謝した方がいいと思うよ、それは。うん。当たり前じゃなくてさ、そういうのってさ、その国民性によるから、だから実際他の国ダメじゃん。南アフリカとかインドとかで言うと生きるやらけだったかな。だからひどい国あるからね。女性は何だと思ってんだって、このバカ国がっていう国あるからね。そういう国もあるっていうことも、頭に入れとかないと。うん。文句言ってるばっかりじゃなくて、そういうひどい国もある中で、日本って、まだその辺進んでるからね。うん、はい。ってことでね。男女共にもっと極めるぞ。はい、ってことでね。意見変えます。じゃあ、シュッ。